小雪です。アンです。小雪ちゃんの頃です。ようこそおいでませー。ついに、ついにこの季節がやってきた。つみきみかん生誕祭2023年私の人生の最推しであるつみきみかんちゃんの誕生日がですね、5月12日なんですけれど、動画を実は作ろうと思っているんです。その動画投稿までの道のりをお届けしたいと思います。すごい。ちなみに今4月9日進捗ゼロです。やばい急げそうだね。で、まあ毎年の生誕祭とカッコつけてちょっと自分の解釈をぶつけた動画を出しているので、まあ、今年もその方向性でいきたいかなと。5月12日までってことは本当にあと1ヶ月。この後はじゃあ何、構成じゃない、曲を決めたところぐらい。そうだね、曲を決めて動画の構成を決めて用意するものを準備するかな。それでは私はここで失礼いたします次は私の準備の様子をご覧ください。どうぞ。皆さんこんにちは。今日は4月の23日です。つみきちゃんの生誕祭まであと3週間ぐらいになってしまいました。今進捗ゼロですやばい。構成を考えましたので発表したいと思います。この踊ってみたの曲は刹那プラスという曲に決めました。前半を教室で撮って後半を白背景で撮ろうと思って、スタジオを2個使って撮影しようと考えております。あとは白いスタジオのところでプロジェクターを使ったりですとか、あとはちょっと揃えなきゃいけない小道具がいろいろと出てきましたので、それを揃えつつスタジオの予約をこれからしていきます。2日間に分かれて撮影に行くので、ちょっと顔の作画が変わらないかとても心配ではありますが、衣装は1着なのできっと大丈夫でしょう。コンセプトは希望ヶ峰学園に入学する前トラウマがいろいろあったっぽい描写が作中でいろいろと出てきたので、つみきみかんちゃんが希望ヶ峰学園に入る前の時間軸をちょっとイメージして、まあ、こういう気持ちで高校生活を送ってたんじゃないかなっていうところのイメージで撮影していこうかなと思っております。後半にかけてはスーパー弾丸論破2の世界線になった時のこう感情とかを表現できたらいいなと思っております。で、最後白い背景にプロジェクターで海を映して海に向かって歩こうかなと思ってるんですけど、海に向かって歩いた後にプチッと切れて夢落ちで終わりたいと思います。では次はスタジオを予約できていると思いますので飛びます。バイ。皆さんこんばんは。つみきちゃんの生誕動画の撮影日の前日でーす。前日なのに何も準備をしていなかったので、今から掘り出してきた衣装にアイロンをかけてウィッグを着用できる状態に仕上げていきたいと思います。今日もまたお風呂上がり髪乾かさなかったの？お姉ちゃんが整えてあげるからこっち来なさいって言いたいですね。結構いい気がします。この束感がなかなかいいんじゃないでしょうか。ウィッグが終わりました。手を洗ってくる。ということでアイロンかけていきたいと思います。ここにちょうどいいライトスタンドが、アイロンかけます。早送り。ということでウィッグが終わって衣装がアイロンかけ終わって気づけばもう3時になってしまいました。ちょっとだけ振り入れをして終わりたいと思います。今日は頑張ります。
おしまいです。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。皆さんこんばんは。昨日の修羅場っぷりから一夜明けて、ちゃんと今日はコスプレを完遂させました。これから撮影をしていきたいと思います。2つシーンがあるうちの今日は教室のシーンを撮っていきたいと思います。カメラマンはケト君です。では行くぞ。まだこう傾いてる。なんでだろう、なんでだろう、なんでだ、なんでだろう。二つ目のシーンに移りました。今ね、このようにほうきなどを散らばせて、2番の A メロですねを撮っていきたいと思います。頑張るぞ。2番終わり。照明を変えていく。椅子を、机をちょっとランダムにする。ゴー。今ライトの微調整をしてます。踊っていく。僕赤だったわ、すまん。赤か。赤青じゃなくて赤でした、ここのシーンは。一通り終わって今休憩タイムです。今日の顔のコンディションはどうかしら。でもあれなんですよ、次のね、あの撮影もシーンの切り替えた後すぐなんで、今日と同じ顔にしないとつなぎがおかしくなるんですよね。今日のこの顔をちゃんと記録しておかないといけないです。後ろ髪の束感もとってもいいですね。この後も頑張るよ。今からドラマパートを撮っていきます。撮影が無事に終わりました。突然顔にギョロブタと書かれてしまいました。一つだけのシーンしか使わないんですけど、ちょっとこれを書いてるのをちょっと何これってやってるシーンが撮りたくて書いてもらいました。これで Day1 は終了なので、次は Day2 に向かいたいと思います。果たして同じメイクができているのでしょうか。スタジオもまだ撮っていないんですが、スタジオは確保できているのでしょうか。乞うご期待。今日は刹那プラスの音を撮っていきたいと思います。つみきみかんちゃんの声優の茅野さんに声を寄せれたらいいんですけど、特にそういった特技は持ち合わせていないので、切なげというか、なんかこう抑圧した何かを感じられるような歌を歌えたらなと思っております。頑張るぞ。おー、録音が終わりました。あー疲れた。3時間ぐらいやってました。録音したはいいものの、これをやっぱり自分でミックスしますので、まだまだ作業は続きます。あと2週間ぐらいしかないですけれども、気合い入れて頑張っていきたいと思います。こんばんは。踊ってみた撮影 Day2 です。後半を今日は撮っていきたいと思います。真っ白なスタジオにプロジェクターで映像を映しながら踊っていきたいと思いますので、応援をよろしくお願いします。頑張るぞ。今ちょっとプロジェクターの撮影をしてたんですけど、見えてたかな、私とあんちゃんが 4,5 年前にやった時の駒枝くんとつみきちゃんの合わせの写真をお借りしてプロジェクターに投影してます。まあ、駒枝くんとつみきちゃんっていうよりは、なんか楽しい学園生活みたいなのをこうプロジェクターに移して、歌方の夢みたいなイメージで今撮ってました。次が
が最後のカットなので頑張ります。終わりました。イエーイ。まさか2日もかけて撮っているとは思わないでしょう。皆さん、これから編集をして音源をね、作成しなければいけないので、歌ったやつをお家帰って作業頑張りたいと思います。バイバーイ。今日はなんとですね、5月の12日の深夜1時でございます。5月12日ということは、つみきみかちゃんお誕生日おめでとうございます。もうハッピーになりました。つみきみかん生誕祭2023で検索したんですけれども、もうたくさんのね、イラストや動画が上がってまして、もう明日全部見漁るのが楽しみな今日この頃であります。私の生誕祭動画もなんと無事にアップすることができました。さっきまで撮影風景を写して編集頑張りますとか言ってたのに、急に家に着いちゃったわけですけれども、言い訳をさせていただきますと、5月10、11とですね、私は旅行に行っておりまして、旅行に行く前の段階、編集がほぼゼロでした。パソコンと旅行の道具だけを持って旅行に行って、実は旅行先で編集して動画をアップロードさせていただいたためにですね、編集しているところの動画がないということで大変失礼いたしました。今からちょっと編集の画面を見てもらいながら、どうやって編集したかみたいな解説をしていきたいと思います。歌ってみたのね、録音をしていたと思うんですけれども、それの音の編集をしてました。 Cubase Pro っていうソフトを使ってます。ボーカルが入ってない音源をですね入れて、このタイムラインで歌を取っていきました。で、取った歌にハモリを入れて、まあ、全部重ねてっていう作業をしてますね。ボーカルのピッチ修正とかもここでしてますね。君は人に、もう歌あげると、君は人に、これで音程を合わせる作業をした後にエフェクトをかけています。でかけると、嘘をついても平気そうなの、ちょっとお風呂場っぽく聞こえるわけですね。まあ、こういう作業をなんやかんやして歌ってみたを一旦完成させましたと。はい、これ動画編集画面です。パワーディレクターっていうソフトと AVI ユーティルっていうソフト2個使ってます。で、これが今パワーディレクターの画面なんですけど、音と画面を合わせたりだとか、動画の速度の調整、色の調整をここでしてます。今回はマジで撮る素材がね多すぎて、とっても時間がかかりましたね。こういう風にちょっと暗めに黄色っぽくして、ちょっとレトロな感じで編集をしてみました。こっちが AVI ユーティルっていうソフトですね。シーン切り替えのエフェクトだったりを入れてます。学校のシーンから青い学校のシーンに切り替わるところですね。ファシャーっていう外側に広がるような、ここからギューンと拡大して戻ってくるみたいな、色ずれっていうのを入れていて、不穏な色のズレみたいなのを入れてますね。これを入れないとマットな感じなんだけど、これを入れるとちょっと立体感が出る気がしますね。ただこれ倒れてるとね、あまり面白くないかなと思いましたので、残像が入るようなエフェクトを入れたりとかしてます。スローの効果が強まるような印象ですね。編集はそういう感じで進めました。もう本当にギリギリすぎて、マジで投稿1時間前まで編集してたので本当に間に合わないかと思った。今回は初めて1本の動画に対して2箇所で動画を撮るっていうことだったり、プロジェクターを使ってみるだったり、上からカメラを回して撮るみたいなことをやって、いろいろ新しいことにも挑戦できたので、すごく身になるような動画だったなと個人的にも思いますね。私が想像する希望が峰学園に入るまでのつみきみかんちゃんっていうところを動画にしてみたんですけれども、
自分の中での彼女のね思いみたいなところを考えるいい機会になりましたね。本当にいい時間を過ごさせていただいたなと思います。なんか本当にね毎年つみきみかんの動画を作るたびに思いが膨らんでいってですね、彼女への愛が募るばかりでございます。みんなもね生誕とかじゃなくても別にいいんですけど、自分の中のキャラの解釈みたいなところを想像して考えて作品作りしてみてください。撮影から編集まで2週間もなかったですけれども頑張りました。来年もできるといいな。ではまた次の動画でお会いしましょう。以上、小雪ちゃんのころでした。チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。Happy birthday to you. Happy birthday, dear つみきみかんちゃん。